皆さんこんにちは、シンクと申します。本日も逃げての、実況プレイや続きやっていきましょうってなことで、この間女の子がこの男の子、あの白い女の子をこの男の子が殺したっていう話まで終わって、で、電話して警察に連絡をして、なんか気づいたらこういう白い病室みたいなところに監禁されてたっていうところまでですね。で、お姉さんがいて、2つまでおしゃべり聞いたところだった気がします。で、ここはどこ、君はですね、ここはどこ、あんた戻ってくるたびに同じ、ん？あんた戻ってくるたびに同じ質問するのやめてくれない？戻ってくるたびに？どういうことだ？私もいい加減同じことをしゃべるの疲れてきたんだけど、どういうこっちゃ？まだ目覚めてない、目覚めてないんじゃないの？まあどうせあんたまた逃げるんだから関係ないか。ほう？どういうこと？君は誰？同じ質問だ。あんたがこの病院の中で一番軽症のように見えたけど、そうでもないみたいね。どういうこっちゃ？貴重品。洗面用具。またここに戻って、あ、なるほどね。僕は真っ白な赤く、きっと僕はここから逃げてずっと目をつらい。こんな場所嫌いだ。ん？こんな場所嫌いだから、目を、なんて読むんだったっけ目をつむってで合ってる？また逃げなきゃ。あ、誰か入ってきた。看護師さん。またここに束縛されているのに、部屋の鍵がかかっているのに、どうやってこの部屋、ああ。またここに束縛されている、ん、束縛、うん、されているのに、部屋にか、部屋に鍵がぐだぐだか、今日ぐだぐだか束縛されているのに、部屋に鍵がかかっているのに、どうやってこの部屋に入ってきてるのに、2が多いな。そうか、またここに束縛されているのに、部屋に鍵がかかっているのに、どうやってここに2が多いんだよ。ほら、もうすぐご飯の時間なので部屋に戻りましょう。わかりました、わかりました。ご飯なんていらない、私はご飯なんて食べない。食べなくてもいいから部屋に戻りましょう。お風呂も入らなくちゃいけないんだからね。ああ、お風呂一緒に入っていいですか？お姉さんとお風呂一緒に入っていいですか？また遊びに来るね。あんたがまた戻ってくる頃に。あ、寝るんだ。ご飯食べず寝るんだ。僕はまた殺して、また、いや、前に殺してきっと逃げる。なんかよくわかんないだって辛いから苦しいから。ポテ、どうしてこんなことに。あ、女の子だ。だって笑った顔が見たかっただけなのに。あ、ごめん、なんて言った今私ただ笑った顔が見たかっただけなのに。今日ちょっと許して、なんかぐちゃぐちゃだわ大して疲れてないんだけど、疲れてんのかな。なんで、どうして、あれ、まあ、このセリフ見たことあるぞ。こんなことに。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。
苦しいから辛いから悲しいから、だから逃げて。そうだ、逃げなきゃ。逃げて。あ、はい。ゲームタイトル逃げて。あ、マジか、これでエンディングなんだ。いやー、開始早々終わってしまいましたね。すごく申し訳ない感じになってしまってるが。なるほど、男の子はなんか精神病院みたいなところに入ってて、ループしてるんですね、要は。あの中で。で、夢の中でずっと少女を追っかけ続けてみたいな。追いかけっこ、少女となんか変な妖怪みたいなやつ。と追いかけっこしてるって感じなのかな。なるほどね。はい、ってことで、まあ1回目、動画的にはノーマルエンド、逃げて、ノーマルエンド。おお、ニューゲームごめんなさいってのがある。なんだろうこれ、ごめんなさい気になる。1回目の、あっ、わっわっ、なるほどね。実況プレイになるんですけども、他のゲームでこれやってほしいなみたいなのがありましたらコメントを書いていただければなと思います。ただあ、ごめん、読みます私はあなたにとても残酷なことをお願いしてしまいました、ごめんなさい。うお？なんだこれ？ワンワンかな？小さな器が置いてある。何かを乗せる、何かが乗せることができそうだ。これもかな？よう、やっぱりここに来たか。ん？お前は誰かって？お前とは失礼な奴だな。見ての通り、ただの。違う。見ての通り、当てるわ。ただのしがない子猫ちゃんさ。まあ、猫と呼ぶのもなんだから、猫的さん？猫的さんってなんだ？とでも呼べばいいさ。はい。それよりこの先に行きたいんだろう。この先お前のことを、待ってる者がいるぞ。ただな、この扉は暖かさを忘れ、錆びつきが冷え、錆びつき、あ、暖かさを忘れ、錆びつき開かない。どうすれば開くかって、それを今から説明してやるのさ。はい、焦ったところでろくなことがないぞ。わかりました。お前その小さなかけらを持ってません。小さなかけらは全部で3つ、それを下にある器に飾れば光が灯るのさ。暖かさに触れた扉はお前を受け入れ導くだろう。なんてかっこいいセリフを猫的も言ってみたかったのさ。まあ何言ってるか、ん？何言ってることは本当？まあ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 、まあ言ってることは本当だからな、試してみればいいさ。あ、はい。え、私持ってなくね？持ってる？2個持ってたけど、なんか、なんだい、どうかしたかい。小さなかけらが足りない。3つ、一度戻ってもいいし、このまま終わるのもいいだろう。そうですか、ヒントはダメですね。あとはどこかで会いましたか。どこかで会った、
あったかと言われればあったかもしれないし、あったことないと、ないなんてないかもしれないな。猫的は気ままな旅をする子猫ちゃんだからな。もしかしたら猫的の知らないうちに出会ってたかもしれない。小さなかけらは希望の、光の、破片さ。生きているもののすべてを持っている温かさの、温かいものなのさ。ね。そうか。じゃあ3つ目を探しに行かないといけないですね。出れるのかどこから。出れない。じゃあ一応、このまま戻っていいみたいなんで戻りましょう。よいしょ。コンティニューじゃ無理か。ニューゲームか。一応ね、ちょっと失礼しますね。一応、エンディングは、即死が2つ、多分、私がやった即死は2つとも回収してると思うんですよ。玄関扉のやつと、ぬめぬめしたやつ、1人に会うっていうことだと思うんで、2人、はやったので、即死エンドは見てると思います。で、今やったのがノーマルエンドで、もう一個、一応多分さっきのやつを全部回収した時点でのトゥルーエンドっていうのがあると思うので、まあトゥルーエンドをちょっと目指してやっていこうかなと思いますね。はい。ってなことで、あと一つどこにあるんだろう、ちょっと探しながらやっていきたいなと思います。逃げて。びっくりした。こんなとこにあったんですね。超序盤じゃん。今さ、右側走ってったらさ、あったんですよ。ここのシーンなんですけど、一番初めの、逃げてから捕まって、で、飛ばされた後の話ですね。右側走ってったら、キキキーって言ったんで、ちょっと戻ってみたらありましたね。さあ、逃げれるかな。3人で行きますね。びっくりした、今。こんな音あったっけと思って。戻ってみたらありましたね。ここからか。そうか。わ かりました。頑張ります。ついでなんで、ここの女の子の、断ったら、どうなるのかちょっと見てみたいですね。断ってみましょう。行かない。そっか。あ、セリフが変わる。またあの子と一緒に帰るの？セリフが変わるんだ。知らなかった。で、女の子からハンカチをいただいていきましょう。後なんですけど、こっちお母さんに喋りかけてないので、話しかけてみましょう。ね、あの子と会うのもうやめたら、あまりいい噂聞かないし、あなたが心配なのよ。なるほどね。そういうセリフがあるんですね。まあ、あとは特に変わったところはないかなと。頼むから自分のために、お前の幸せのために考え選択し生きてほしい。あ、こんなセリフもあったんですね。見落としてましたね。で、このまま新聞の方に行くと。Bye.
なるほどね。ここに小さいかけらがあったのね。そうか、小さいが、あ、そう言ったね、小さいかけら。前も言いましたね、ここで同じことね。ってことで、じゃあその分続きやっていきましょうかね。で、ここですね。よいしょ。この選択もやってないんですよね。かけらを拾いました。何もない。ってなことで、これで3つ？あ、でももう1個あったね、かけら。あれもいいのかな。ちなみに、飲むとどうなる？うわっ、それでもかけら拾うんだね。あ、もう何もない。なるほど。じゃあね、鬼ごっこですね。鬼ごっこしましょうかね。いけたらいいな。なんか低かった。そう、悔しい。いけた。こんな早くいけるんだ。超音のどんちゃん言ってるけど、お祭りやってるんですね、家の近くでね。なるほどね、にぎやかな。なんかホラーゲームに似つかわしくないというね。 はい、ってなことで、30分ほどで戻ってこれ、まあ実際何回か死んでるんで、もうちょっとかかってるんですけど、まあまあ大体30分ちょい、40分ぐらいでここまで戻ってくることができました。よし、さてと、お姉さんに喋りかけましょう。ここどこと。多分この辺がフラグだと思うんだけど。で、寝ようかな。これでいいのかな。さてさて。
またわけわかんない。多分看護婦さんがやってきて。あの白い、白いっていうか、あのお姉さんは何なんだろうね。あれちょっと不思議だね。これってトゥルーに行けたらいいんですけど、トゥルー？トゥルー？の、そうですね、トゥルーエンドに行けたらいいんですが、行けませんかね。大してこの辺のセリフは変わってませんね。ここは自動スクロールなんで、じゃあちょっと待っておきましょう。まあ、とりあえずそうですね、まあ、まだ続きがあるんですけれども、他のゲームいろいろもう考えたりはするんですが、有名どころ本当に生放送でやっちゃってるんですよ。例えで言うんだったら、青鬼とか、イブとか、あと、ウサコのたたりとか、あと何だったっけな、魔女の家あたりはやっちゃってて、魔女の家とイブに至っては結構覚えてるんですね。なのでその辺をちょっと動画にするのはいかがなものかなと思いまして、考えてはないですね今のところ。ただ青鬼に至っては、全員なんだっけ、たけしとかミカとかだっけ、あの辺が全員生きてるやつが確かね、できたんですよね。それはまだ私やってなくて、でそれを取って、で携帯版とかたくさん今出てるっぽいので、それをやろうかなっていうのはちょっと考えております。まあまだ未定なのでね、こういうのもあれだったらやってほしいなみたいなのがリクエストございましたら、まあ、コメントいただければなと思います。で、イブとか、そのイブとか魔女の家にいたって結構覚えてると思うんですけど、それでもいいよって方は、はい、コメントいただければそちらも動画しようかなと思います。さてと、肝心なエンドは大して何も変わんなかったんだけどな、どうなんでしょうかね、トゥルーになったのかな。やっぱりノーマルエンドですね。強いのどうするんだろう。これに行くしかないのかな、やっぱり。これに行きましょうか。とりあえず3つかけらはゲットしたのでごめんなさい。ね、これを行きましょう。そしてね、これね、撮ってる間にね、私の家のクーラーがね、清掃タイムに入ってすごく暑い。いやだ、すごく暑い。にゃーにゃー。間違えた。じゃあ乗っけていきましょう。よし、来ましたね。奥に行きましょう。おー、女の子だ。10円でジュース買えないかな、無理か。ワン、いつまでここにいるつもりなんだよ。ず
っと逃げ回ってても、いつか追いつかれるって分かってるんだろ？心配してくれてありがとう。けど、無理だよ。どういうことや？だって私こんなに醜い。そして何よりあなたたちを傷つけてしまった。やめろよ、そういうこと言うの。俺みたいな汚い捨てられた犬にも、死を持つだけの猫にも、違う、死を待つだけの猫にも温かさをお裾分けしてくれたじゃないか。すごく嬉しかったんだって。ほら、一目だ。だからもうそんなに泣かないでくれよ。かわいい。私みんなにひどいこと。そうやってお前はお前自身を責めすぎる。だからお前自身がどんどん醜くなっていくんだ。なるほど。お前はまだ迎えに行かなきゃいけないやつが残っているんだろ。私まだまだ悲しそう。そう、迎えに行かなきゃ。きっとまだずっと逃げてるから、ずっと逃げてるから、私のせいで。おお、かわいい。戻った。私はずっと逃げていた。苦しい、苦しいじゃない、つらい、苦しい。つらい、苦しい。もう大丈夫だな。俺もあのすかした猫も、お前が笑っていると安心して成仏、お前が笑っていないと安心して成仏もできやしねえよ。ごめんね、ありがとう。かわいい。もう大丈夫。もう逃げないから。俺たちはいつでもお前のそばにいるよ。お前が悲しい時も辛い時も苦しい時も。あれ？ここは？ほんまに。ここは？どこですか？おやすみなさいってできるね。かわいい。タオルか何枚か入ってる。私のじゃない。あちこち、あざとタバコのあざばかり。汚い体。ひどい、うちだ。あれ、声が出ない。そういえば、喉の傷。あ、そっか、そっか、殺してって言ったんだっけ。そっか、私、彼に。死ぬほど深くなんて切ることができなかったんだね。まあ、喉、いや、でも、喉とか、喉危ないと思うけどね。ごめんね、あんな辛いお願いなんかして。声なんかいらない。彼に会いに行くことができる足さえあれば。あ、間違えた。ここは？メモの隙間の、メモの隙間から写真が落ちてる。あれはパパとママと私。ママ美人だね。パパもイケメンだね、割と。幸せだった時の写真。思い出すと辛いから顔を塗りつぶしたんだっけ。もうすっかり色あせちゃってる。けどもう大丈夫。私のことを心配してくれた、思ってくれた人のところに行こう。迎えに行こう。下着、寝巻き、私服、2、3枚。必要最低限しか入っていない。これは？ゴミ箱の中、ゴミが入っている。点滴のラベルとかそんなのばかりだろうね。出れない。迎えに行こう。あ、出れる。きっと、彼は今も逃げて苦しんでいる。あの時、一人ぼっちの私に手を差し伸ばしてくれた。助けようとしてくれた。だから、次は私が。もう逃げなくていいよ。迎えに行くね。終わり？真っ暗だよ。
った本当に終わったマジなエンディングだ。できたゲームの、ね、一員にできたのでそれを良かったかなと思います。ゲーム内容もね割と嫌いではなかったのでまあちょっとね悲しい場面がたくさんありましたけれども良かったかなと思います。もう割と楽しいしびっくりもできたし、あーかわいいトゥルーエンド、はいってなことで、短いお付き合いでしたけれども、およ、おまけの部屋行きますか。はい。おお、おお、いっぱい。誰が動かせ、ああ、君が動かせる。なるほどね。ちょ、お前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 、よし、捕まえた。あ、ネズミなんだ、こいつら。ネズミです。手も足も長いけど、ネズミなのです。ネズミだった。ネズミたちの噂話が大好きですけど、自分が噂の対象になってるのは大嫌いです。食われないように、仲間外れにならないように、みんなで固まって、今日も噂話をむさぼります。だから言ったでしょ、あの子と関わるのやめてって。少年のお母さんは少年を愛しています。少年が傷つくことを一番恐れています。そのためにその他の人がどんな不幸に落ちても、落とされても、見て見ぬふりをしてきました。自分の息子を思うのは当然なのでしょう。真っ白な猫ちゃんの死体は少女が死んだ場所に落ちてきます。少女の家、学校の教室、ロッカーの中、少女の心が死んだ場所に落ちてきます。ああ、なるほどね。そうか、お前はその道を選んだんだな。少年のお父さんは少年の意図を優先します。少年が本当にやりたいことを一生懸命考えるお父さんです。何も否定しない、何も肯定しません。何があってもただ見守るだけですね。もしかしたら自分の言葉で少年が足を踏み外すことを恐れていたのかもしれません。傍観者ってやつかな。いらないものはゴミ箱に。そうしてどんどん捨てていかないと心の中が溢れて壊れてしまいます。殺されてしまったワンちゃんです。少女のなんだ、あ、少女をかばい蹴り殺されてしまいました。かばいかなっていうかな。殺されてしまった猫ちゃんです。少女をかばいレンジでチンされてしまいました。チン。何、私は誰だって。彼女はクラスのマドンナです。彼女は何でも一番ではなくてはならなかったのです。そのように育てられたからです。あー、なるほどね。あ、そのように育てられたのですから、だからこれからもずっと一番であり続けるのです。なるほどね。なんだよお前、文句あんのかい。文句あるよ。少女のお父さんは少女のお母さんが亡くなった、あ、亡くなったんだ。亡くなってから人が変わってしまいました。とある猫のせいでお母さんは死んでしまいました。それから少女はお父さん、ん？少女のお父さんは動物が大嫌いです。そして動物が大好きな少女も大嫌いなんです。あ、お父さんなんだこれ。まあ、これは後で私見にくいでしょ。そんなことはないよ。少女は自分を責めるあまりどんどん醜い姿へ表現していきました。少年の中でも
彼女への後悔や自身違うん自身じゃない自責の念かからこのような醜い姿で瞳に映ってしまったのでしょう。間違えた。隙間の中はきっと何かがあるのです。それが良いものか悪いものか襖しか知らないのです。なるほどね。おはよう。ん？今日、あ、お姉さんだ。それにしても彼にお迎えが来てよかったじゃない。一応これでめでたしめでたしって感じ。そうですね。あ、私はまた別のお話を見に行こうかな。私が壊れるまでね。この人は何？別のゲームの子なのか、開発者のヌーンさんなのか、どっちなんでしょうね。猫的さん。よう、このゲームを遊んでくれてありがとうな。作者ヌーンに代わった猫的がお礼を言うよ。前作である人食いさんに続き、今回もホラー ADV かなになったな。まあ、これは作者が単にホラーが好きってだけだからな。なるほどね。一応作者はゲームを作る前にその作品のテーマを決めているのさ。まあ、それが何かは言うつもりはないらしいがな。作り手の自由があるように受け取る側にも自由があるというのがポリシーらしい。何を感じの、思い考えるのか、それはゲームをプレイしてくれた方々の自由ってわけさ。ヌーンのゲームにも2文字が正解も不正解もないのさ。まあ、こんな作者のぼやきなんか猫的には正直どうでもいいことなんだけどな。それでも少しでも面白いと感じてくれる人がいるならヌーンは幸せなのさ。もう面白かったですけどね、個人的には。あ、キラキラ光ってる。タイトルにまだ戻りません。ではこの人先喋りましょう。お父さん、少年の中ではこのような姿に見ていたのでしょう。戻る。どんなことがあっても人殺しはいけません。そうですね、その言葉を言うのはいつだって全く関係のない人たちでした。友達だった人たちはスコップを持った少年を指さして口々にその言葉をぶつけたのです。少年はボロボロになりながらも逃げることしかできませんでした。異常を排除した者たちは満足げに元の場所に帰っていきました。とさ、めでたしめでたし。なるほどね。じゃあ少女、この作品のヒロインです。名前は一応あるのですが、この作品では公開しませんでした。イニシャルは書いてたんですよ。イニシャルは学校の黒板の落書きにされていました。ちなみに、イニシャルは A さんです。愛ちゃんとか、そういう系の名前なのかな。少女は真っ白でした。何も汚れを知らないその白さは多くのものを傷つけました。そしてその白さゆえ、少女自体も傷ついていくのです。身体が屈しおられたワンちゃん、違う、なんて言うんだ。わかんない、やばい。ワンちゃんは少女の笑顔を願っています。焼かれた猫ちゃんは少女を傷つけた者への復讐を願っています。逃げて私は辛くて苦しくて悲しくてどうしようもない時、自分にそう言って目をつぶる。こっちから見るべきでしたね。この作品の主人公ですが、名前は一応あるのですが、この作品では公開しませんでした。イニシャルは学校の落書きにされてました。イニシャルは S さん。S さんか。なんて名前だろう。サトシとか、なんかあれだね。モンスターボール持ってそうだね。少年の家はそれなりに裕福で恵まれています。そうだね、確かに。スポーツも得意で勉強もそれなりです。
少年には少女の置かれている状況が全く理解できませんでした。親から恨まれたことも殴られたこともない少年には少女の父親がなぜ娘に手を挙げるのか全くわからなかったのです。大丈夫、僕だけが助けてあげるからね。少女には自分しかいないという状態に優越感を抱いていたのも確かでした。一つ手に入ると欲しくなる、欲しいものが一つまた一つ増えていくのです。そんな少年の歪んだ醜いかな醜いすさんだちゃうちゃうちゃうなんて言うんだすさんだなんて読むんだろう、見にくいじゃないもんな、なんて読むんだろう。コメントを書いてください、よろしくお願いします。心は真っ白な少女への恋心へと変わっていったのでした。なるほどね。はい、てなことでとても楽しいゲームでした。ご視聴ありがとうございました。また次回、近々また違うゲームやろうかな、ホラーゲームやろうかなと思います。またホラーゲーム興味のある方は見に来てください。ではでは。